力いただいてありがとうございます。私がずっとやりたかったルックブック、今なんか YouTube でみんなやってるからちょっと流行りに乗っかりたいなと思って、ルックブックをちょっと今日はやっていこうと思うんですけど、ちょっと私だけじゃなと思って今日はコラボ動画です。じゃーん、森川葵です。イエーイ、私のお友達の女優の森川葵ちゃんです。絶対またお前かよって思われていっぱい登場してくれてるの、ありがとうございます。いつもよろしくお願いします。ということで、デートのテーマ別ルックブックをお互いに来て紹介していけたらなと思ってて、はい、3つのテーマでやっていきます。お互い見るからに明らかに服の系統も違うと思うので、髪型の、ね、長さもそうめっちゃ変わっちゃって、もう服が似合わない似合わないでも似合わないと思ったら自分だけで、なんか自分だけ切った時にさ、なんかあ今まで着てた服似合わないってなるじゃん。あるある、女子あるある。でもやっていこうって言って、お楽しみにお楽しみに、わかんない次回予告みたいになっちゃったやっていきますか。はい、1着目は、おうちデートをやっていきます。はい、あ気をつけてください。ごめんなさい。
ちょっとバーベキューですよね、はい、バーベキューそれで来てくれたらめっちゃ可愛いかもしれない。おなんか話しかけやすい。あーちょっとじゃあ私ちょっと今話しかけづらいみたいな感じでしたよね。靴とかもポイントありますか？靴はもう本当にやっと足を覆う、覆うっていう。なんかさ、それにスニーカーあったらもうザ男の子って感じだけど、それその靴によってなんか可愛らしさもある。出てる？うん。ちゃんと女の子らしさ出てますでしょうか？出てます。いや私はなんかこのちょっとここが緩いのもなんかいいな、なんか抜け感。あー確かに。ピタッとしてたらなんかもうザ作業着ってなっちゃうけど、うんうんうん、ここもなんか。いいかなって思って、ゆるさも確かにちょっとあれ見えちゃうみたいなちょっとエッジポイントはいですね、はい、そう思います。はい、続いて私はこのもうじゃあ、まあ、動きやすい、うんうん、ジーパンじゃないデニム、デニムそう視聴者さんに言われたからジーパンじゃない、なんか今はなんかデニムって言った方がいいですよみたいな。川辺でバーベキューなイメージだったんで、うん、サンダルにしました。おいいね。はい、ちょっとレースでピンクで女の子らしさも出して丈感もちょっと短く。いやいいよ、このちょっと目当てる腹チラがね、はい、めっちゃいいにしました。でこのなんかこれ私物のアクセサリーなんですけど、でちょっとカジュアルすぎずにパールを持ってきてガーリーさも出してみました。いかがでしょうか？めっちゃいいと思います。一緒にバーベキューしたい。写真撮るよって言ってみんながなんかバーベキューのああいう網とかに集まってきて写真撮るってなった時に一番多分写真で目立つと思う。でも確かに この女なんか肉とか焼かなそうだなって思うかな。いや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 、もうデニムの時点で多分焼きに来てる。来てる、うん、次は、はい、最後ラストですね。ラストはなんだこれ、ピクニック、ピクニックです。おー、こんな感じです。中にいろいろ来ましたね。はい、デニムを下に履いて、そしてなんとあのこちらのコーデにはこれを持ちます。いい、私も持ちたい。ずるい、ピクニックですから。いやちょっとさ、私さ撮る前に思ってたんだけど、あおちゃんはちょっとズルをしてる。何？なんか服を選んでこうやってね、なんかいっぱい服用意してもらって、うん、の時にザラさんになんか聞いてたの。聞いてない聞いてない聞いてない。なんかあ、なんかザラさんが これとこれ合うと思いますよみたいな。まあでも聞いてた。それはだってもういらっしゃるんだから聞いた方が絶対的にいい。ズルじゃないズルじゃない。あ、待って、あるあるある。ちょ、これがいい。それめちゃあった。これはね、どうでしょう。ちょっとこれで勝った気がする。対決じゃないけど私はもうサンドイッチとか入れるから全部ブルーシートお弁当持ってくのね。持ってく気満々だから。なるほど。ポイントはこの爽やかなビタミンカラー、ビタミンカラーのニットのこのワンピース、うん、これがもう多分視線めっちゃ可愛い。これ集めるでしょう。着てで、そうデニムもデニムも履いてるの、うん、でこれはもう本当になんかね、何を中に合わせようかなって思った時に、まあ、デニムが一番合うかなと思って中に合わせました、うん、そしてタボサボって言うんだよね。初めて聞いた、そんなサボグッズ。サボ、サボ、そう、これを合わせて、おしゃれ上級者ですよ。本当はね、サボなんて知らなかったもん。かわいいでしょ。かわいいです。おしゃれです。これはもうね、ピクニック勝ちました。本当だね、はい、大人気よ。アオイちゃんとピクニック行きたいって誘われまくると思う、多分。え、ピクニック行かない？明日ピクニック行かない？ね、今度私とピクニック行かない？言われる、多分。面白い。はい、じゃあ私、はい、私はもうなんかそのなんか芝生草原ピクニックって言った、うんうんうん、を想像して、緑だろうなって思ったんで、こうなんか白だったらなんか、うん、インスタ映えっぽくなるかなみたいな。いい広げていろいろ、なんで白にしました。で、ちょっとこれ見つけたのでカゴバッグです、やっぱピクニックって言ったら。いやめっちゃいい。で、なんかこれ、まあ、透明、あのかわいい。ちょっと今足傷だらけだからあんまりだけど、こんな感じで。かわいい。
はい、本当に違うよね。全く違うね。なんか麦わら帽子とかあったらもっとめっちゃいいピンクっぽかったのかな。めっちゃいい麦わら帽子かぶりたい。あいみょんです。あいみょん、麦わらの、あ、マリーゴールドみたいじゃん。このなんか黄色の、わかった、テーママリーゴールド。いいな、私もあいみょんになりたい。なんかないかな、なんだろうね、カリフラワーカリフラワーで。はい、じゃあ、今日は私のやりたかったルックブックにお付き合いいただきありがとうございました。こちらこそありがとうございました。そしてザヤさんもご協力いただきありがとうございました。あおちゃんも YouTube やってるから、はい、あおいのお宅もぜひ見に来てください。終わり。今はどういうチャンネルなんですか？今はのんきに気ままにやってるチャンネル。でも自分で編集とかもやってるのね。すごい、全部やってる。だから撮ってはいるものの編集してなくて上げてない動画がいっぱいあるよ。なんかさ、好評だったらなんか違うテーマでもなんかやりたいな、第2弾でって思います。はい、じゃあ元気で皆さんバイバイ。ちゃんとご飯も食べてくださいね。風に気をつけて。それではこの動画が面白かったら高評価、チャンネル登録、コメントお願いします。 Twitter、Instagram もフォローしてね。